共生会は、広島県広島市南区に本拠を置く日本の指定暴力団。2019年末時点で、巡行声員等を含めて約250人用している。また、構成員は2020年末時点での数は約120人である。1964年5月、山村組、山村達夫組長は、広島市の敵や村上組の村上正明と提携し、 右翼団体共生会を結成した初代会長には山村が副会長には村上が理事長には山村組若頭服部武氏が、幹事長には山口組、山口秀弘組長が就任した。同年6月29日、共生会の疲労工業が行われた。1965年3月11日、傷害事件で逮捕された山村組組員。 品川実は、服部の指示で山口組本部にダイナマイトを投げ込み、爆破させたことを辞業した。警察は、服部を横浜刑務所から広島に遺憾し取り調べた。服部は、山村からの指示で山村組幹部が共謀したことを認めた。山村は、東道真次に弁護を依頼した。東道は、山村のヤクザからの引退と、身体障害者療養施設を経営する。 財団法人への出資を条件に、山村の弁護を引き受けた。1965年6月9日、山村は、広島県警でヤクザからの引退を宣言した。二代目共生会会長には服部が、理事長には山田久氏が、顧問には村上が就任した。山口は引退し、山口組は11回と解消された。11回会長には竹野博士が就任した。 1967年、並、谷森行は、強制会問い、神祖、日神実組長から、美能組、小原組との和解を依頼された。日神の提案は、美能が山村への報復を止めるのならば、美能を組長として、美能組、問い、神祖、小原組を統一するというものだった。日神は、共同会、森田幸吉会長と、合代化浜辺一郎総長に、 自分の提案を示し合意を得た。涙には、美濃組幹部、矢部内伊佐夫と共に、札幌刑務所に行き美濃を説得した。1回目、2回目の説得では、美濃が納得しなかったが、3回目の説得で、美濃の説得に成功した。その後山田が強制会関係者を説得し、日がの提案に合意させた。1969年11月。 共生会11会組員と共生会村、上速組員が喧嘩をした。これをきっかけに、第三次広島抗争が勃発した。1970年、下関市の合田一家、合田孝一総長の提唱により、藩山口組同盟、関西初加会が結成された。加盟組織は、合田和也、大阪市の松田組、神戸市の田明会、姫路市の木下会、 岡山市の浅野組、広島市の共生会、北九州市の駆動会など、1970年1月22日に広島の両邸で山田は共生会三代目の襲名披露を行った。1971年11月、王子聖書の株主総会で総会屋の島崎英治と総会屋の小川薫の両派が乱闘となった。その後島崎が松葉会、 菊池徳正を貢献人に立て、小川が二代目共生会、服部会長を貢献人に立てて、手打ちを行った。1972年5月、兵庫県有馬温泉で、第二本平和会、平田正氏会長をコードとして、山田と森田の手打ちが行われた。手打ち式の後、涙にと山田と森田は兄弟分になることを約束した。 1979年4月16日、三代目、山口組、田岡和夫組長は、田岡の自宅で、山田、森田、浅野組、浅野新一組長、共生会、門構想団役とあった。この席で、山口組とそれぞれ関西初課会に、所属していた共生会、共同会、浅野組との共存共栄路線が確認された。百八十七年十一月、 山田が死亡した。共生会は共生会理事長、沖本勲を中心とした、主要幹部の合議制で運営された。1988年、西日本初科会が結成された。関西初科会とは違い特に山口組を仮想敵とするわけではなかった。西日本初科会の加盟団体は、唐津市の西部連合、下関市の郷田和也、広島市の共生会、 尾道市の共同会、笠岡市の浅野組、松山市の松山連合会、岡山市の木下会、徳島市の勝浦会、高松市の神話会、大阪市の並谷組だった。1990年1月4日午後4時15分、札幌事件が勃発した。同年5月14日、山口組若頭補佐、桑田健吉と共生会。 沖本伊佐織次長との兄弟坂月が交わされた。1990年9月、沖本が4代目共生会会長に就任した。1992年7月27日、広島県公安委員会は共生会を指定暴力団に指定した。1996年2月、4代目共生会、2代目共同会、3代目浅野組、6代目郷田和也、 神話会は、神木会、御社会を結成した。2003年8月、沖本が病死した。ありがとうございます。